覚悟せよ。悪魔の名を持つのが私の次元の最中だったんだよ。こんちゃ、今日はまたバルホルスを採用するね、構築使っていくんやけども、まあ絶賛人気のこのヘブンズゲートというカード、多分新カード紹介のな、公式のツイッターの中でも多分いいね数が一番多かったよね。こう SR のカードよりも3倍ぐらいいいね数が多かったような気がするんやけども、まあベアリティレアのね、まあヘブンズゲート、これ今猛威を振るってるということなんやけども、今ね、このペトローパを採用したり、このアウゼスを採用するね、バルホロスが流行ってるので、こちらを紹介していきたいと思うんやけども、このアウゼスっていうカードが、まあ、ベアリティレアのカードで、エンジェルコマンドとデーモンコマンドを持ってると。で、シンパシーでエンジェルコマンド、デーモンコマンドなんで、エンジェルコマンドとデーモンコマンドの数だけコストを下げることができると。で、自分のエンジェルコマンドまたはデーモンコマンドが攻撃するときに、相手のタップされているクリーチャーを一旦破壊すると。で、このデッキほとんどエンジェルコマンドで組まれている。まあ、ほとんどというか全部か。まあ、ペトローパ以外は組まれているので、まあ、基本的にアンタップしているクリーチャーというものをね、破壊することができると。で、これ、4コストかで6500出しつつ、相手のタップされているカードを破壊するということで、結構ね、反撃の呪しとしてね、活躍すると。まあ、正直、まあ、バルホルスもやばいけども、このアウゼスも存在するだけでかなりね、マウント取れるということで、まあ、今、バルホルスにね、このアウゼス採用するっていうのがめちゃくちゃ今流行っていると。で、シリウスに関してもね、今結構流行ってるカードやんね。で、神門の精霊、エールフリートは、まあ、5コス4500のカードなんやけども、まあ、まあ、ヘブンズゲートとかね、それからエナジーライト、この辺のカードをサーチできるということで、このカードもめちゃくちゃ強いよね。で、やっぱペトローパがいることによって、まあ、基本的にピカリエも8000ブロッカーということで、ただでさえシールドトリガー、ヘブンズゲートで、ブロッカー出るのがうざいのにね、あって、しかもペトローパが入ってるから、まあ、基本的にもう、ブロッカーをね、突破するというのはできないよね。まあ、いろんなバルホルスの構築があると思うけども、まあ、何かしらね、皆さんがこう思う、なんか面白いなと思う構築あれば、また教えてもらえば嬉しいなと思うんやけども、まあ、無課金でもワンチャン組めそうやね。第3弾かな？第3弾からやってる方で、あ、第2弾か。第2弾からやってる方であれば、ペトローパン持ってると思うし、まあ、バルボルホルスさえ作ってしまえば作れると。まあ、比較的こう、無課金でも組みやすいような、構築かなと思います。ただ、ちょっとベアリティレアのね、このアウゼスとかが必要になってくる。まあ、アクアサーバーとかはちょっと持ってる前提ではあるんやけども、まあ、アウゼスとかを作る必要性あるんやけども、で、このデッキの考案者、ね、まあ、が言うところによると、このデッキを使って新環境最速46連勝を突破したということで、まあ連勝数的にもね、かなり、超次元的な数字を持ってると思うよね。で、まあ軽くね、デッキ紹介していくとすると、まあエナジーライトが4枚採用。希望を貫く、死守スルーが4枚。ブレインチャージが4枚。エールフリートが4枚。ペトローパが3枚。ホーリースパークおばさんが3枚採用。ヘブンズゲートが4枚で、アクアサーファー3枚。デーモンハンド3枚。アウゼスが2枚。バルホルスが、4枚。シリウスが2枚と。まあ、診断エンジェルコマンドが強化されたということで、非常にこう、アルカディアスとかもね、採用する構築があるんやけども。まあ、第1弾結構アルカディアス多かったし、で、これかなりブロッカーも多くなって、ヘブンズゲートが採用されることによって、やっぱアルカディアスの構築はめちゃくちゃ強くなったよね。まあ、今回アルカディアスを採用しない構築なんやけども、まあ、アルカディアスを採用する構築はね、この3つ前とかに挙げてると思うんで、まあ、それも見てもらえればいいかなと思うんですが、まあ今現状の中でバルホルスのデッキの中で一番強い構築ということなんで、もしバルホルスのデッキでね、何かこう、まあ、強いデッキを探してる方には、まあ、おすすめの駅かなと思います。で、この動画見てね、参考になったなと思った方は、チャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価よろしくね。さあ、マッチングしていく対戦よろしくお願いします。今日はね、まあ、エンジェルコマンド、まあ、結構そのバルホルスの構築がね、まあ、今結構話題になってると思うんやけども、この、まあ、ちょっととりあえずシリウス入れ替えるか。まずは4枚目。これエナジーライトっていうカード結構ね、今回よく見ると思うよね。特にバルホルス、お、アウゼスか。これ俺と同じ構築や。お、いいね。バルホルス引いていく。エナジーライト、サムラコウジ、一枚もちょっと見据えたいから、ピカリエまず入れ替えるか。
気を貫く、死守する。まあ、4、5の動きが見えてるから、これ水文明が来てくれるとね、神の次元へと到達するんですが、そうは簡単に問屋下ろさないと。まあ、ここやったらそうこうするか。まあ、エナジーライト結構重要なカードなんやけども、まあ、水文明来なかったら使えないんで、まあ、ピカリエからちょっと見据えていきたいね。小坂氏だ。まあ、この躍動するね、ニコスのさっきも、まあ、お、いいね、ペトローパいいね。ペトローパ2枚いらないから、ペトローパ入れ替えて、いくぞ。希望がジャイアン、スネオのスネゲ召喚。さあ、ここで4コス。おぉ、このヘブンズゲート、これポイントやね。まあ、自分で使うっていうな技も強いよね、正直。もうこの本当に、そんなカードで私を倒せると思うなよ。でも相手のクリーチャーにタップするっていうことで、結構ね、このカードうざいカードではあるんよね。デーモンハンドも面白いカードであるが、エンジェルコマンドさえ強化してしまえば、私を倒すことは絶対にできないんだからね。ペトローパ召喚。このペトローパとこのエンジェルコマンド強化、これが強いよね。でこれ次何が強いかっていうと、ヘブンズゲートの効果によってバルホルスとエールフリート、これ2面展開できると。しかもペトローパの恩恵も受けるということで、こんなミストリートーテムみたいな雑魚カードではもう何もできないと。もう何も運命を変えることができない。ペトローパがね、今期めちゃ強い。でバルボルバーザーグとか、まあ、入れてると思うんやけども、こんなん関係ないと。もうね、怒涛のシールドのね、デッキにはね、勝ち筋なんて与えはしないからね。まあ多分今期の新環境チュアナだったら見せてあげるよ。地獄の最中へ消えるんだ。ヘブンズゲートの効果によって1万と8500、なさらに呪文カードエナジーライト、じゃあ戻そうか。このエナジーライトが強いよね、マジで。これでお前は負ける運命を見たんだ。で次のターンに、まあ相手がこれアンタップしていたら、まあ取られるしね。でタップしたらしたらで何もできない。これしかも1万やからね。うん、もう許さねえからなお前。なかなかの才能だな。だがエナジーライトを使ってまだまだ私はね、勝つすべ、いや、よくぞでも突破したね、この地獄的な盤面を。だからもう一波のヘブンズゲート、しかもホーリースパークがあるからこいつも取れると。このペトローパがいることによって絶対にもうね、相手は取れないと、突破できない。これが強い。悪を貫く、その世界の先までも運命の最中は与えはしなかった。ホーリースパークを発動することによって何が起きると思う？地獄へ落ちろ。さあここで、ピカリエで攻撃できると。希望を貫く、死守する。いや、これが強いよね。神の裁き。で、ここしっかりね、ペトローパ合意しないと。まあ、ちょっとペトローパタップされてしまうと破壊される術っていうのが生み出されてしまうから、真理の中に打つのが浅原の教えだった。次のターンにブロッカー引けばエールフリートプラスの動きできるからね。ん？小坂死んだ！おおお、ヘブンズゲートか。まあ、ヘブンズゲートはいつでも使えるから、エールフリート召喚するぜ。まあ、エールフリート召喚してやけど、ヘブンズゲート2枚いるかって言われればって感じはあるけども、ただまあ、持っておいて損はないカードではあるんよね。まあ、焦る必要性はないな。ヘブンズゲートはやっぱもう最強のカードなんでね、もう持ってても問題ないからね。エナジーライト、私の手札に戻ってくるんだ。あ、ブレインチャージもいいね。まあ、ドローできるカードもいいけど、ホーリースパーク。まあ、とりあえずドローするカード戻しておこうか。無限のリソース、そして無限のブロッカー、そして無限のパワー、これこそがこの三大勢力やからね。まあイグゼズワイバーンなんて、恐怖の中に滑るのは我は暴風竜ベルドラだ。何を戻すつもりだ。ドラゴンを何入れてるかちょっと謎やけども、地獄の最中を見せてあげるよ。じゃあブレインチャージ発動、さらにピカリエを召喚することによって出直しな。この動き見切れるか。ブーンな。自らリタイアを選択するとは愚かなやつね。さあマッチングしました。対戦よろしくお願いします。まあ1戦目見てもらった通り、まあおそらく、まあ、このバルホルスのねデッキが多分ティア1を、まあ、取ると思うんやけども、このブレインチャージもいいよね。とりあえずもうなんかその6ターン目に自分からヘブンズゲート打つっていうのがもうめちゃくちゃ強いよね。
はい、小坂氏。ライトブリンガー、小坂氏な。自分の墓地から呪文を探索する。ということは、これ、相手も、預言者ってことは、これ多分、ヘブンズゲートのデッキやんね。まあ、ヘブンズゲートのデッキを制するものが、多分、新環境を制すると思うんで、無敵の、てか、このカード、単体でも強いのに、シールドトリガー、ね、っていうのがおかしいよね。これ SR じゃなくてよかったな。これ運営ね、SR にする可能性もちょっと考えられたけども。これだってヘブンズゲート踏んだら勝ちでしょ、私の。恐ろしいな。だからこれヘブンズゲートだから、自分がもうヘブンズゲート引いたらもう勝ちやもんね、これ。それはね、やばいよ、さすがに。だからもう一気に戦況変わってしまうよね。だから地獄のスイッチみたいな感じやんね。もうヘブンズゲート踏んだ瞬間に負けるみたいな。中立が一番儲かるんだ。2番。おお、なかなかやるじゃないか。序盤から詰めてくるその姿勢、悪くはない心意気だ。だがヘブンズゲートを踏む可能性というものをね、ケアしないっていうのはお門違いなんだよ。ブレインチャージをいけねえ捧げて希望を貫く。あ、光文明だから、ブレインチャージ発動。だったら次のターンにヘブンズゲートを召喚させてもらうぜ。だったらもう都合がいいよ。だったら次のターンにヘブンズゲートで、もうとりあえずもうブロッカーさえ生んでしまえばね、絶対もう通れないんで、そんな急ぎん着みたいなカードで、これもしな、シールドトリガー自分で来ても強いからね、来い。地獄を見せてあげるからよ。ボルハルスとジークフリート召喚。地獄を見ろ。天の彼方へ。ここでじゃあ私はエナジーライトを戻すとするか。エナジーライトは1戦目で見せた通り最強のカードやからね。そして私はこれ相手攻撃できないと。で、攻撃しても攻撃しないと花形破壊される運命があるからね。これはひどい。だからその自爆スイッチみたいな感じやんね。はい、破壊される。さらに次のターンからまた恐ろしいコンボというものがうなずかれるんだよ。光文明のカードがないので、ホーリースパークとかはもういらないかな、ここまで来ればね。消えてもらって、ヘブンズゲートを素出しで使っちゃうか。それも強そうやんね。ブロッカーとしての機能も強いし、もうがっつりね使っちゃおうか。ヘブンズゲート発動。何時に裁きを。ああ、おかしいぞ、これは。天の彼方へ行くんだ。ヘブンズゲートをじゃあ加えるとするか。これでエナジーライトのコンボによってね、相手は地獄を見るという運命があるからね。このカードいらないか、攻撃するか。さあ、ブロックできるかな。タージマハルなんてもうお飾りに過ぎないな、こんな。役目は終わった。で、しかも、バルホルスがいることによって、相手はもう何も動けないからね。何もすることができないと。これがね、ヘブンズゲートの恐ろしさやね。可愛らしいことしてくんな。無駄なあがきをするだけ時間の無駄だ。面白いものをじゃあ見せてあげるよ。次のターンにね、地獄を見せてあげるからよ。ここでじゃあ私はエナジーライトサムラ工事を引くこと、使うことによって、次のターンのヘブンズゲートに備える感じにしようか。エナジーライト発動。こうすることによって次のターンにね、地獄を見せてあげる。いや、これやばいな、マジで。こんなんもう勝ち目ないよな。地獄やんね。悪のさらかに行くのが相手のタップされてるクリーチャーやろ。でもそんなタップされてるクリーチャーなんてね、私にとっちゃ赤くずの手をひねるようなものだからね。だったらヘブンズゲートを召喚するとするか、ペトローパとかも良さそうな気はするけども、もうここは豪快にね、ヘブンズゲートを使っちゃうとするか、このカードは、タップされているやからね、何もできやしないんだよ。ヘブンズゲート発動、アールフリートと、シリウスを召喚しようか。ヘブンズゲート発動。おかしいおかしいおかしい、こいつ強いよな。シリウスもめっちゃ強いよね。もう一枚目のヘブンズゲートをじゃあ加えるとするか。無限にあるじゃん、これ。やばいな、これマジで。しかもペトローパで無限に強化して、もうここまで来れば、しかもエンジェルコマンドで統一されてるからな、このデッキ。中立が一番儲かるんだ。アウゼスも面白いカードやけども、ここまで来ればもう何もできないような。
ヘブンズゲート2枚怖いね。だが手札にそんな雑魚カードを並べたところで何の意味もない。おお、あ、おおアマゼウス2個捨て出せるじゃん、最強カードじゃん。だったらペトローパプラスアウゼス召喚しようか。アウゼス召喚するぜ。ペーン、悪のさらかに生きるのが、自分のエンジェルコマンドまたはデーモンコマンドが相手のタップされているクリーチャー1体を破壊する。さらにデーモンコマンド、これを強化するぜ。これでエンジェルコマンドとデーモンコマンドが強化されたから、まあ8000ラインはもう相手取れないって感じだな。地獄を見るんだ。トリプルブレーカー発動、ペーン、これやばいな。てかアウゼスもえぐいよな。16000のジョージトリプルブレーカーとかやばすぎだろマジで。無駄なあがきをするな。どれを破壊するんだ。アウゼスはもう取らないって感じか。まあシリウスなんかうざいって考えたわけか。だがこの15000を突破できるかな。しかもこれ無敵の盤面やからね。これはひどい。というかアウゼスがいる限り、まあ、タップされてるカードは全て取られると、結構新環境このアウゼスがね結構よく見ると思うよね。やっぱシンパシーの能力によってこう低コストで出せつつ相手のクリーチャー一気にこう反撃を翻すというか、これなかなか強いよね。まあベアリティレアっていう、まあまあことやもあって、まあ結構作るのは難しいと思うんやけども、小坂氏な。だって普通に考えたら2個捨て出せるっていうのが強いよね。小坂氏だ、なかなかの才能だな、なかなかの才能だな。エンジェルコマンド、デーモンハンドがシンパシーやもんね。なかなか、でもこいつ自身も下がってんのかな。なかなか強いことしてくるじゃないか。だが私を倒すことなどできやしないんだよ。おおおお、面白い、面白いムーブしてくんな。難罪の中にあるんだ。だがこのシールドなんやけども、まあブレイクされるのめんどくさいからちょっと相打ちにしとくか。ここは8500でブロック、天の彼方へ、神の中へ消えるんだ。地獄を見せてあげるよ。じゃあピカリエも強いけども、ペトローパーも強いね。だブロッカー攻撃できないので、そこをどうするかっていうのはあるけども、まあ焦る必要性はないと思うよね。ただピカリエを2枚出してしまうっていうのはちょっと弱いような動きも感じるので、ピカリエ2枚目はいらないな。まあ、ペトローパーを2枚目召喚してって感じしようか。ペトローパーはやっぱ最強のカードであるからね、焦る必要性なんてないんだよ私には。またピカリエか入ろうか。希望を貫く、死守する。さあ1枚ドロー、おおおバルボルスいいね。ここでどうするかっていうのがポイントやな。まあ、ペトローパー一応召喚しとこうか。ペトローパー召喚、ペーン、これでもう盤面が最強やね。次のターンデーモンハンドとかこいつに使ってしまえば最強のムーブやね。ただ相手にはアウゼスがいるから、このアウゼスだけはケアしていきたいけども、12500のブロッカー、てかもう12000のブロッカーっていうのがもう意味わからんよな。ただこれ相手もこれまだわからないよ全然。試合というものは最後までわからないからね。いかに自分がねその盤面取ってても、ホーリースパーク1枚で返されたりすることがあるから、まあ警戒はねしとくべきやと思うよね。小坂氏、中立が一番儲かるんだ。おお、やばいなこれ。アルカディアスまで戻してきたか。ってことはデーモンハードとか早めに切った方が良さそうやね。お、エナジーライト、サムラコージ、ヒトマロ引いていく。デーモンハンド発動、邪魔なカードに制裁を下す。あ、でもホーリースパーク引いたら勝ちかなかったから、エナジーライトかのが強いな。ここエナジーライト発動するぜ。ホーリースパーク引いた瞬間に私の神の次元へともたらすんだ。エナジーライトも強いけど、ここはまあデーモンハンドル抑える。でもなこれ怖いのが、次のターンアルカディアスが多分、いや怖いよな、これ難しいね。ブロッカーを破壊するのかこいつを破壊するかっていうのが結構重要なポイントになってきそうやな。別にもうブロッカー破壊してもしょうがないから、デーモンハンドルはアマデウスに破壊するか。邪魔だ、消えるんだ。
悪の最中に映るのは奇跡の中に映る光の中のもの。これなー、でもホーリースワークが怖いよな。でもこのターンにはリーサルないような気はするけども、この盤面なんか有利に見えてね、盤面がこっち斜面展開してるし1万2000っていう有利な状況なんやけども、攻撃できるのがペトローパしかいないと。だからこの辺のカードを取ってほしいっていうのがあるんよね。まあヘブンズゲート発動すればボルボルホルスも召喚できるんやけども、まあホーリースパークを引いたもん勝ちかな、ここまで。これそこまでだ、そこまでだ。お前小細ことすんなよ。おー怖いね。ペトローパちょっと入れ替えるか。小賢しいな、これ小賢しいな。これペトローパアンタップしてるクリーチャー相手のターン終了時か、これもちょっとホーリースパーク引くしかないよな。だからエナジーライト使うか。ホーリースパーク来い。ブレインチャージを使うかどうかやけども、もうマナ加速あんま見ないから、もう使っちゃうか。これ以上長引いてもしょうがないもんね。とりあえずホーリースパークをね引いたもん勝ちやと思うんで、あと2枚ね多分入ってると思うから、それを引く必要性があると思うんで、それ一ターンでも早い方がいいと思うんでね。たらなー、どうしようかな。でも焦って5ターン目まで待つかやけど、まあでも使うか。ブレインチャージ、おー次のターンに終わりにしてあげるから、お前は地獄を見る瞬間を目の当たりにするんだ。しかもこのなんやろ、このバルホルスの破壊能力はこちらからするとありがたいね。守り抜く。どう、それはまずい。小賢しいなあ。結局そのホーリースパーク引いたもん勝ちだろう。だから白とは来い。なあ来なかったか。でもなんかいろんな構築があるのが面白いよね。